で、あ、そうですね、あと斉藤さん、じっくり見てなかったんですけど、多分ちょっと見た感じ、あの錬金ゲージ貯めて、はい、鬼神大回転切り場に当てて、はい、錬金の色貯めてます、うん、貯めます何、うん、だっけそれね、R2 でしょ。そうです、そうです、 R2 でしょ。ポンポン的な太刀の使い方から多分覚えきれてないと思うのでR2 を超えるやつでしょ。鬼神兜割り使いました。いや、使ってない。鬼神兜割りが大事なので。そうなの、太刀の大技です。難しいな。あのもし武器の使い方苦手という方は、はい、武器の選択もちょっと一回あの見直してもいいかもしれないですね。例えば今回双剣で、あの動きが素早い上に、ボタン連打でも結構高い火力出せて、機動力と攻撃力兼ね備えてる武器種なので、うん、じゃあ双剣にしようかな。あの切り替え早っ。スタミナ管理とか鬼神ゲージの管理とかあるんですけど、はい、まあ、それ考慮しても僕的におすすめなんですが、ほう、まあ、双剣、はい、うん、もしなんか特別にタッチがどうしてもない。なんでタチにしたんですか。全くこだわりはない。かっこいいからとか。かっこいいから。なので双剣もいいかなと。私何がいいんですかね。どうですか。方針的にどういう系が好き。なんか体験でもいいと思うんですけど。多分体験とか、うん、その表重量のあるやつでこうもうさってなっちゃうと、なんか近づいたらその時間がやられちゃうんじゃないかっていう風になっちゃうから。うん、あれ手数多い方が向かっていけるのかもしれないとも思っていて、はい、使い方にコツがいったり覚えることはあるんですが、片手剣が結構今回、サポートも結構武器出したままスリンガーとかアイテムが使えるんですね。なのですぐに閃光弾投げたり粉塵使ったり、あのスキルの攻撃があれば回復薬飲めばあの味方も回復できるので、で罠とかもすごく効きますし、まあ、ちょっとコリューには罠効きませんけど、うんうんうん、であとそこそこ火力のある連携も使えるので、うん、とにかく攻防が割と優秀で、なるほど、特にそうです、ね、あのサポートもしたいという方が結構片手剣は、そうなんですよ、私どっちかというとサポーターなんです。サポーターっすね、はい、今までずっと狩猟笛で、はい、こうずっと笛吹いて、はいはいはい、たまにこうバチコーンってやりに行ってたんですけど、役に立ちつつ自分も前先陣来て行く感じ、はい、かっこいい。片手剣の得意分野なので、お片手剣かな。二人揃って武器を変えるっていう、まあ、ガードもできるんだね、片手剣。やろう、じゃあ片手剣にしよう。じゃあ準備しますか、うん、はい、準備をしましょう。アイテムポーチ見せてもらっていいですか。アイテムポーチちょっと持ってきたいものなんですが、古竜には効かないんですけども、うんうん、罠とか、うんうん、で罠2種類、落とし穴、しびれ罠、あんまりちょっと数がないんですけど、しびれ罠、はい、であと捕獲用麻酔玉、麻酔玉、はい、あと大事なのはスリンガー閃光弾、あ、小屋子弾、あとは爆弾も持っていくと、うん、これもあの鬼ニトロ岳があると大樽爆弾と調合できるので、ほう、鬼ニトロ岳も結構増やしておくと。なるほど。あとはあの味方を回復するなら粉塵ですね、生命の粉塵も、うん、再闘技とかガンガクなので確かにね、はい、でも回復薬グレードすごい使っちゃうとかってそういう時は、うんうん、例えば回復薬10個持ってって、うんうん、さらに蜂蜜のポーチに10個入れておくと、うんうん、調合ができるので。なるほど、はい、スタミナを回復するアイテムも一応持ってきました。そうでしょう、あの携帯食料が一番いいですね。これあのパクッと一口で食べるものなの で、うんうん、で生肉を、あの受付所に依頼しておくと、あ、ここのこれですね、はい、あの1クエスト終わると4個もらえるようになるので、結構頻繁に預けておくといいです、生肉は、うん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 、でちょっとショートカットの登録をしてみたいなと思うんですが、例えば今こんがり肉になっているところに、うんうん、これ打ち消しの実とか、あれどこ行った、はい、スリンガー閃光弾とかセットしておくと、おお、はい、でこれで一回じゃあ、でどこに何入れたか分かんない、あ、そう、これを覚えるところから、これをスッとできるように、そうですね、ショートカットの場合行って武器出した状態でもショートカットから回復薬を選ぶと勝手に武器をしまって飲んでくれるので、へ、基本的にこっちの方が素早くできる。確かに、あのショートカットで砥石を使うと、うん、武器出した状態のまま砥石が使えます、ショートカット限定で。そうです、へ、でしかも武器をしまわないんで、あと、あ、間違えてしまったってなってもあの口に入れきれる前だったら回避でキャンセルできるので、あ、間違えて飛躍使ってしまったってなってもすぐに回避すれば消費せずにキャンセルできるので、これ結構要練習って感じですか。そうですね、離して発動になってるんですけども、うん、オプションで押し込みで発動もできるので、うん、あ、そうですね、ショートカット操作性とタイプ2にすると、うん、
押し込みですね。こう選んだ後にカチッと押し込み、はい、なるほどなるほど。でこう何があるかっていうのを覚えて、不正やられになったらもうすぐスッてこう打ち消しの身、右押して打ち消しの身使うとか、そういう癖をつけとくと、うんうん、めっちゃ便利ですね、はい、もう一個アイテムポーチのポイントがありまして、うん、三角、はい、押すと並べ替えができるんですね。おお。なので今ここ順番がゲーム内で設定されたものになっているので、うん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 、これを好きに入れ替えられるので、お例えば今ショートカットに入れきれなかったものを、この辺に中央に集めておくと使いやすくなる、うんうん、例えば罠とかを中央とかですね。あ、そうですね、ここからあの空いてないところからスタートするので、この空いてない部分の前後に固めておくと、よく使うものは、あ、なるほど、はい、いいって感じですね。罠セットこっちにしてみたいな、うんうん、爆弾もなんで、ちょっとこの携帯食料のあたりに、そうですね、前の方ですね、回復は回復でこう集めておくといいですね、はい、あ、そうですね、そこからでこれが基本になるので、うわ便利、はい、とりあえずいつも探してた、ずっと、そうそうなんですよ、カシ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 ってよくやっちゃうので、この辺でなるほど、とりあえず捕獲するときはもうとりあえず、四角を押すっていう風に覚えておけば、でスリンガー閃光弾とこう小屋子弾、うんうんうん、結構入れ替えることとか多いと思うんですけど、うんうん、そしたら閃光弾と小屋子弾を隣に置いておけばすぐに切り替えられるので、うん、でショートカットで閃光弾を入れといて、普通の時にはこっちで選ぶとか、あの小屋子弾はこっちで、ほうほう、これぜひ活用していただけると、はい、してで片手剣ですよね、私今やってるの、はい、そうです。これを片手剣覚えますか。覚えましょう、はい、旋回斬りっていうの、旋回斬り、はい、攻撃をとりあえず一発出した後に、うんうん、あの前方向以外にスティックを入れて三角で、その後もう一回三角、そう突きが出せるんですが、旋回斬り突き、ほう、これが旋回斬りと突きが強力で、素早くて威力も高い上に任意の方向に向けるんですね、正面以外の、うん、ちょっと連携のパターンなんですけども、腰に向いて、やべえ、でいつでも旋回斬り出せるんで、こうやって旋回斬り突き旋回斬りだけでもこう出せるんで、もうすげえ、こう方向を変えながら攻撃するのが得意っていう、すごい、この前をしながら丸で、うん、こう縦を3回あの殴れるんですけど、これ、うん、あの気絶結構高いので、もしモンスターが目の前でダウンして頭があったら、こうやってバコーンと、ほう、この前に動きながら丸で、でここからまた旋回切りとかいけるんで、すげえ、でとにかくもうあのずれたなと思ったら旋回切りを出すっていうのを癖つけておくと、うんうんうん、常にこうやって、でもうこうあの突進切りの後も旋回切り出せるんで、うん、なので本当とにかく旋回切りと、うんうん、あとチャンス時にはちょっとポールバッシュとかでうまく、でこれあの例えば後ろ出したい時後ろ押しながらやるとこうやってうえい方向変えられて出せるん で乗りたい場合はこの三角とジャンプ切りが出せるんで、こっちでポールバッシュはもうジャンプ攻撃扱いではないので、うんうんうん、乗りが狙えないので、もうちょっと乗り狙いたいなって時は三角突進切りからこうやってすぐ武器もしまえるんで、いや便利、とにかく突進切りでこう移動しながら、すごい、丸丸丸丸丸丸丸で旋回、あ、そうですそうです、丸丸で今後ろ向いちゃったんで、こっち方向に入力して旋回切りを出すっていう、ちなみにあのため切り中剣が光ったらもう離しちゃって大丈夫です、ほう、ためた後、はい、大丈夫です、おなんか強そうに見えるし強い、はい、で、まあ、あと武器しまわずにそこでアイテムも使えるので、スリンガー閃光弾セットしてるので、このまま L2 押しながら R2、うん、そうなんですよ、もう武器しまわなくてスッて出せるので、うわかっこいい、対処しやすい、なるほど、見てからでも飛び上がりました、テイベイってやるんですね、渋谷さんあれですね、カメラちょっと近いって思ったことあります、キャラクターと全体に、あ確かに、カメラ距離をカメラ距離、はい、一番下を遠い、うん、でするとちょっと離れるんですよ、これ全体的に視認しやすくなるので、うんうんうん、これだとモンスターの動きが少し分かりやすい、確かにあの大型モンスターになった時に、はい、自分今どこにいるんだろうっていうのはよくあります、はい、渋谷さん今ロックオン使ってるんですけど、はい、ターゲットカメラも結構やりやすくて、ほうほう、これをロックオンをターゲットカメラに設定してもらって、うんうん、でさらにターゲットの対象設定を大型モンスターのみですると小型モンスターロックオンしなくなるので便利、はい、R3 押し込みでターゲットをロックオンして、うんうん、L1 をそっちの方向向くので、おお、
ガリガリやってください。すごいすごいすごいガリガリいくじゃん。やば。そうじゃないですか、もう強くなったよ、ちょっと。あれなりました。今何するんですか。大体できるようになりました。あまり見ないで。大体大丈夫だと。大丈夫ですか。はい、リムポーチとショートカットも大丈夫そうですか。はい、なんとなく。よかったです。武器の扱い方とアイテムも一通り慣れたところで、はい、モンスターに行きますか。練習してみますか。はい。ひとかり行こうぜー。